池田智政は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将。摂津国と島軍の国人、池田長政の次男。別名は、勝重、重成。通称は旧左衛門。一時期、荒木村重の配下となり荒木旧左衛門と称されていた。摂津国の武将、池田長政の次男として誕生。父、長政の死後、家督は兄、勝政が継いだが、 元気元年、友政は、三好三人衆と通じて、織田信長を裏切り、池田家臣の荒木村重と共に内紛を、起こし当主の勝政を追放。家督を相続し、摂津池田上主となり、元気二年には、和田これ政を廃止させた。以後、摂津国の領主として一時を振るうが、天正元年頃から、室町幕府十五代将軍、足利義明と信長の中が険悪となると、 友政は、細川藤高の説得を振り切って吉秋方に属したために没落。池田家は、小田氏に寝返った荒木村重に乗っ取られ、友政は、摂津国を追放されるが、後に、信長に降伏し、村重の家臣となる。天正6年10月、三木合戦で、小田家臣の橋場秀吉軍に加わっていた村重は、有岡城にて突如、 信長に対して、反旗を翻した。村重は、有岡城に牢城し、織田軍に対して一年の間徹底抗戦したが、側近の中川清秀と高山右近が、信長方に寝返ったために、戦況は圧倒的に不利となると、天正7年9月2日、村重は単身で、有岡城を脱出して、天ヶ崎城へ移ってしまった。十一月十九日、織田信長は、 天ヶ崎城と花熊城を明け渡せば、おののの祭祀を助けるという約束を、荒木久左衛門ら、荒木の家臣たちと取り交わし、天ヶ崎へ逃れた村重に代わって、有岡城の城を守るをしていた久左衛門は、会場を決意、津田の見が、接州部隊を率いて本丸に入城し、有岡城の、戦いは終結した。ところが前日の講和条件を受け、久左衛門らは、 小高田方への人質として、妻子を有岡城に残し、天ヶ崎城の村へを説得に行ったものの村重は、受け入れず、有岡城に引き返しづらくなり、旧した旧左衛門らは妻子を見捨てて出奔した。そのため信長は、村重や旧左衛門らへの見せしめのため、人質の処刑を命じた。12月13日、有岡城の女房衆122人が、 天ヶ崎近くの七松において鉄砲や薙刀で殺された。このことは百二十二人の女房を一度に悲しみ叫ぶ、声、天にも響くばかりにて、見る人目もくれ心も消えて、寒類をさえがたし。これを見る人は、20日30日の間はその、面影見に添いては忘れやらざる、よしにて騒なり、信長公記と記されており、この中に友政の祭祀も含まれていた。 淡路へ逃れて、以後の消息は分かっていないが、天正十年の本能寺の変によって信長が、王死すると、その後継者となった、橋場秀吉に仕えて、摂津と島軍に千七百国を与えられ、小牧、長久手の戦いや九州聖罰に従軍した。秀吉の死後は、徳川家康に仕え、慶長五年の関ヶ原の戦いでは小山表情より、従い、 戦後に五千国に加増された。慶長九年、死去。その後おいで養子の三十九郎が継いだが、翌慶長十年に死去した。代わって三十九郎の父で友政の弟、三重が家督を継いだ。これにより、摂津池田氏着流は、三重の系統が継ぐこととなった。なお、書流については、池田氏没落後に多くが、各地に散らばって機能しており、 現在まで存続している家が多くある。ありがとうございます。